それでは KZ クラス暫定表彰を行います。ご登壇いただきましょう。見事優勝カーナンバー46番ピーターパン下野理央選手、おめでとうございます。続きまして第2位です。カーナンバー69番トレントクワトロ名古屋山本司選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー16番トレントクワトロ奈良広岡陸生選手、おめでとうございます。まず3選手にはブリヂストンのウィナーズキャップが贈られます。それでは続きましてシャンパンファイトです。はい、よろしいでしょうか。では金具を開けてください。はい、では思いっきりやってください。シャンパンファイトどうぞ。はい、いち早く開けました山本司、ちょっと遠慮気味に傾けておりますが、よろしいですか。はい、おめでとうございます。もう下野理央からかけるなよオーラが出ておりました。それではトップ3のドライバーにトロフィーをお送りいたします。はい、おめでとうございます。続きましては賞金の授与でございます。このクラス1位、2位、3位にそれぞれ賞金1万円が贈られます。おめでとうございます。足元に置かせていただきます。はい、それではお話を伺ってまいりましょう。次のクラスディレイしておりますので、トップ3全員にお話を伺います。まず下野選手、おめでとうございます。ありがとうございます。スタート直後、広岡陸生がズバーンと行きました。あの時どんな感じでした。やばって一瞬思いましたでもすぐ取り返してました。この雨のコンディションはいかがでしたか。いや、思ってたよりちょっと霧とかでちょっと怖かったんですけど、意外と大丈夫で。後ろから山本司がぐいぐい来てました。やばいなって思っててちょっとプレッシャー感じてました、この2周早いチェッカーは下野選手的にはどうですか。周回数が見えてなくてもうチェッカーみたいな感じですねあ、そうだったんだ。そうですか。じゃあまあ霧にもね、襲われましたけれども、無事に今シーズン女王としての面目は躍如でしたね。はい、今後に向けて一言お願いします。お頑張ります。はい、下野理央選手でした。おめでとうございます。続きまして久しぶりに参戦の山本司選手、おめでとうございます。ありがとうございます。聞くところによると山本選手だけが新品レインだったと聞いておりますが、1回のチャンスをものにできなかったのが悔しいです、ね、久しぶりどうだったこれ。雨もやっぱ楽しかったですね。はい、KZ は楽しかったです。ただ体力を持たないです。しんどかった。久しぶりのレースじゃないのこれ。久しぶり、去年も敵に出てるんですけど KZ は初めてです。またじゃあぜひ出てきてください。考えときます楽しみにしてます。山本選手でした。そして第3位です、広岡陸生選手です。素晴らしいロケットスタートでした。いや、スタートして、まあ、これはいけたなっていうあれがあったんですけど、タイヤがいつのタイヤか分からんぐらいもう古いタイヤで、もうちょっとした雨やったらそれでいけるなと思ってたんですけど、予想外の霧と、もう全然グリップしなくてダメでした。ねえ、本当急遽でしたからね。いや、本当やったら行きたかったんですけど、今回はしゃあないんで。じゃあこの悔しさは全日本の東西統一戦で晴らしてください。はい、頑張りたいと思います。鈴鹿も頑張ってください。広岡陸生選手でした。それでは写真を撮りますので真ん中へお上がりください。さあ、雨が強くなってきましたね。3選手そんな中でニコリと笑いながらインタビューに応じてくれました。では改めてご紹介いたしましょう。見事優勝下野理央選手、第2位山本司選手、第3位広岡陸生選手にもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。